本日は神秘的な色と光と奇妙な幻想に満ちたマジックの世界へと我が身を投げ出しましょう。やはりブラックコーヒーは最高ですね。カップをこぼさずに持っていられる限りは、ひらひらと漂うつかみどころのないインスピレーションが今ようやくこの身に降りました。そのまま頭に沈み込んでくれるでしょうか。マジックに救われてまた深夜がやってきました。寝ましょうか。優れたビジョンは人々を感情の荒れ狂う深淵に引きずり込むことができます。何より喜ばしく、また恐るべきことは我々のビジョンが基地の万物を結びつけてしまうことです。深海より来たりて弾けつつ船を巻き込む泡の声、すすり泣き船の隙間を抜ける狡猾な風の声、ここで捧げられ湧き立ち披露を迫る奇跡の声、途方に暮れる人が放つ気配はよくわかります。僕もその一人でしたから。カードは暴漠たる思考の中から理性を選び取ります。凡俗な愚か者はこのカードの明かす真相に耐えられないでしょう。白熱してきました。このカードが示すものは敵を震え上がらせるでしょう。その時怒りの炎が音楽を奏でカードの表面に照り映える。黄金など僕にとってはくだらないものです。マジックという奇跡は人と物の間で繰り広げられる巧妙な駆け引きです。奥深いテクニックを体に覚え込ませて、あれ、僕の靴下裏返しですね。この奇妙な感覚は、顔がこわばり吹き出す汗が背中を蝕んでいく。わかりました。近くに敵が大勢いるのですね。失礼、汗が出てきました。ですがここに立ってあなたをじっと見ているだけでもう精一杯なのです。マジック以外のどうでもいいことは気にしません。僕を嘲笑うならこちらも嘲笑ってやるだけです。マジックショーは一種の美しい暗示です。基礎となるテクニック、惑わせるビジョン、どちらも欠かせません。言葉ですか。言葉にこだわりすぎれば人は暗い路地に迷い込んでしまうでしょう。流れてゆく時に己の無力さを感じ怒りを覚えることもあるでしょう。しかし真理だけがあなたの求めるあらゆる意味を与えてくれます。こう宣伝しておけばお勤めを果たしたことになりますでしょうかね。ぼんやりしている時間は好きではありません。制御できない思考が飛び回って忘れようと努めている過去へ勝手に遡っていくので、こんなに静かなところにいると不安になりますね。頭を外しておこうかな。いえ、頭は外せませんね。観客の皆様ごきげんよう。サーカス船エメラルド号の団長、マジシャンのジェノでございます。この出会いはほんの序幕、どうぞショーをお楽しみに。いい手品です。新しい趣向ですね。資源のカードをご贔屓に。これが頂点でしょうか。わかりました。小道具はいつでも。手品をご覧になりますか。お見逃しなく。いい仕掛けでしょう。悲鳴を上げなさい。轟きを感じなさい。ご期待に添えれば当然のことです。油が乗りすぎましたか。白夜極光、資源のカードも名声もあの方からの贈り物です。
この世界で食文化が最も発達している場所はどこか知っていますか？行ってみてもいいかもしれませんね。真理の祝福あれ。繊細でない生物は嫌いです。あれは生物ですらないかもしれませんが、レインボーは僕が耐えられない面倒ごとを引き受けてくれています。彼とは互いに涙を流して泣いたり、大声を上げて笑ったりできる仲でした。僕たちが責任に縛られていくようになるまでは。子供たちのためでしたらいくらでもショーを続けられます。子供といると気が安らぎますね。僕にとって肥満はショーの質を下げるものです。道具のサイズを調整しないといけなくなりますし、空は飛べても水に浮かぶことはできないのですね。投げ銭でしょうか。ありがとうございます。緊張してしまいますね。これほどたくさんの贈り物をあなたにどうお返しすればいいでしょうか。家から引っ張り出されて潮干狩りをしたり、日の出を見たり、新しい友達を作ったり。昔はそんなことをエルビスと一緒にやっていました。昔の話です。暗潮の危機を逃れるため、両親は僕を連れてエメラルド号に身を寄せました。その時はまだ僕の船ではありませんでした。やがて僕は両親に内緒でマジックを教えてくれた人とエメラルド号を離れ、大陸をめぐる修行の旅に出かけました。その時にあの方と知り合ったのです。